サブネは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。歴史的な、ブルターニュの一部であり、米南テに属する。県におけるサブネの一県西部に位置し、ロワール川北岸にあって河口が近い。チヨンド・ブルターニュの尾根の上にあり、その風景は、ロワール川湿地帯を見下ろす丘の中原が特徴である。 なんとの北西4 0トルサンナゼールの東2 8トルにある。境界を接するコミューンは、カンボン、ラ・シャペル・ローネ、ラ・ボーシュル・ロワール、ブーブロン、マルビル、ブエである。1999年の INSEE がまとめた順位表によれば、サブネは都市型コミューンで、ラ・シャペル・ローネを含む人口集会を形成している。多くの河川が、 コミューンの水路を形作る。シオンドブルターニュの中を6つの川の流れが谷を作って横切っている。地名学者によれば、サブネの名はローマの人名サビナスから来ており、この名称に土地を意味する設備地を組むをつけたものだという。地域仮説はサブネの地形を想起させる。サバンナカムはブルトン語でサベンとなるが、これは高い場所を指すのである。 またはさらに古い意味では、サオンは谷を意味する。シオンド・ブルターニュにある、マビルの谷4世紀、ポアティエシキョウ・イレールが電動のために、サブネ周辺に到着した。430年から448年の間に、オセールの聖ジェルマンが2度目の電動を実現した。6世紀終わり、住民は、すべてが、ブルトンの言語と慣習を用い、ゲランドの一帯で暮らしていた。 この一帯は全般的に南都市教区の一部であった。800年代、サバンナカムは海に近い交通の要所だった。848年に書かれたルドンの特許状大帳では、管理たサバンナカムを挙げており、そこには842年から城の存在があった。オジェの報告書において、サブネの司法管轄管区はブルターニュでも最古に入るものだった。 850年、ブルトン人主張、ノミノエが一体を征服した。この時の征服には、レンとナントの都市が含まれる。ジャングランの戦いの1年後、アンジェ条約が結ばれ、ナントとサブネを含むマールシュとブルターニュは、ブルターニュに併合された。919年から939年まで地方を管理したのはバイキングである。亡命ブルトン人とアングル人の助けを得て、 937年から939年にかけて、ブルターニュコーアラン・バルブトルトは、地方を取り戻した。漁師をいただく荘園が1050年代にあったことが、証明されている。1060年には、トゥールのマルティノスに捧げた教会が建てられた。1156年から1203年の間、地方はアンジュ及び、プランタジネット家の影響下に入った。13世紀、地方は、 ラ・ロッシュ・ベルナールのフォードに併合された。1287年、サブネは5つのフレリーズに分割された教区だった。1419年、ジャンゴ・セイによって、コルドリエ会派修道院が建てられた。この頃のブルターには平和で、前例のない繁栄を謳歌していた。1435年、借金まみれだったジルドレは、ギルメット教区をギオムル・フェロンの未亡人に売却した。 飢饉と薬病の流行がよく起きた。教区は特に1595年に飢饉とペスト流行によって大量の死者が出た。一世紀後の1709年には再び食糧不足で犠牲者が出た。1785年、飢饉がサブネを打ちのめした。町は1789年の第三身分陳情書に署名している。フランス革命とともに 地域の行政は入れ替わった。したがって、1790年2月26日、町は18のコミューンを統括する軍の所在地となった。地域全体として、サブネの町は、シュワヌリに近く、長兵器飛車たちが大反乱を起こした。サブネは1793年3月の大放棄に巻き込まれた。3月12日、5000人の農民たちが町を占拠した。 彼らは負傷した一部の憲兵たちを殺害し、国民衛兵たちを追い払った。愛国者たちは侮辱され、先生司祭、行政官、そして二人の税務官たちが臨地された。サブネに立つ、バンデ川犠牲者を追悼する十字架サブネで川に投げ込まれる、王党派たち1793年11月に、グランビル攻略に失敗し、12月に、ルマンで虐殺に遭った。 バンデ軍がかつて占拠したサブネを頼りに戻ってきた。ガレルヌの方向の生還者たち6000人から7000人が銃で撃たれることなく12月22日にサブネに入った。夕方までに戦いの最初は共和国軍の前衛部隊によって始まったが、霧で戦いは終わった。クレベールは翌朝まで待つ、要共和国軍を説得した。 1793年12月23日の朝、白軍は包囲網を破るため戦いの主導権を取ったが、人数を縮小する必要があった。バンデ川の将軍、フランスはドリロが死んだ。最後の戦いは、ブランシュ空論の修道院の周りで起きた。こうして戦闘員探索が始まり、これはすぐに大虐殺に変わった。西部防衛を担当していた。 共和国側のビニョン委員会は武器を手にしているバンデ軍戦闘員全員の処刑を命じた。処刑は戦いの夜早くから始まり8日間続いた。共和国側の将軍フランソワ・ジョゼフ・ベステルマンは公安委員会にあてて有名な手紙をしたためている。もはやバンデの奴らはいない共和国の使徒ワイアンたちよ。奴らは自分の妻子と共に 我々の自由のサーベルで死んでしまった。私はサブネの湿地や森に奴らを埋めてやるために来たのだ。サブネの戦いはガレルヌの方向の終了を意味し、共和国に対するバンデの脅威に終止符が打たれた。ジョルジュ・トゥシャール・ラフォスによれば、街はこの戦いの破壊から回復するのに時間がかかった。1918年頃に撮影されたアメリカ軍。 病院二度サブネの市長を務めたブレイズ・ドゥルフォは、1816年に荒地を一掃して草地にするよう命じた。新たな作物の作付けが始まり、農業が強力に成長していった。19世紀半ばのサブネは、3月から7月まで、毎週水曜日に、牛の市場が開かれる街として知られた。牛の市場はこの類のものとしては、ブルターニュで最も重要なものであった。 1857年、鉄道がサブネに到達した。サブネをパリルクロアジック路線が横切った。1868年、コミューンは行政的な格下げが行われ、市長の地位を失った。第一次世界大戦でサブネの男性101人が戦死するか、行方不明となった。この人数は、当時のサブネ人口の3%である。対戦中、 アメリカ軍病院の複合施設がサブネの市範学校の敷地内にあった。病院は1919 19年時点で12,500床あったが4万床に拡大された。1918年初頭にはマビル谷にできた貯水池のためにアメリカ軍病院が建てられている。サブネに対する第二次世界大戦の最初の影響はサンティティエンヌド・モンリュック駅に 馬と荷車を送るよう依頼されたことだった。イギリス軍は地域に2カ所の通過駐屯地を置き、そのうちの一つはサブネのトゥシュレ地区にあった。ドイツ軍がやってくる前にイギリス軍は大量の服や食料品を置いて去っていった。ドイツ軍はイギリス軍の置き土産を自分のものにしたのである。ドイツ国防軍はサブネに捕虜収容所を設置した。コミューンは サンラゼールポケットの頃には、ドイツの指揮官がいた。コミューンは、連合軍が到着する前に憲兵が離脱し始めた、時、ドイツ軍降伏後の1945年5月11日に、ようやく解放された。参照元、1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE、ハット P101P20P99P118、 サロンジーン、ローランド・イルエス、アジトジ・フランツ・タラグ 182P119P122P128P14ABP19P25 ハット P97。ありがとうございます。